はいどうも百鬼にです。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品がこちらになります。木製のパソコンスタンドと携帯ラック。こちら木製の、ね、商品が2種類ちょっと目についたんで気になって買ってきたんですが、まずこちらパソコンスタンドですね。こちらのパソコンスタンドが税込み330円の商品になってまして、ノートパソコン、ね、使う時とかにちょっと高さを上げるスタンドというか、はい。で、あと収納時にもこういう感じで立てかけておけるというような感じになってます。はい。これがね、ちょっと気になって、はい、買ってきました。で、同じようなコーナーにね、こちらのね、木製の、まあ、携帯ラックという表現、スマートフォンラックと書いてあったんですが、まあなんか充電したまま立てかけておける、同じようなね、木製の台があったので、まあ、こちらは110円の商品なんですけど、はい。まあ、合わせて、ちょっと紹介しようかなと思いました。ということで、まず、このパソコンラックから見ていきたいと思います。百鬼に。はい。袋に包まれてたんですけど、外せば、もうこういう、木の、まず棒が1個。はい。で、あとは、木のね、板。この部分が2つ入ってるだけで、こう、もうただただ、ここにね、はい。こういう風にするだけ。はい。ただこれだけの商品のようなんですけど、そうですね。まあ、小さいノートパソコンとかでも、ここのね、これただただ、はい、木の棒が刺さってるだけなので、まあ、大きさはこのあたり調整が、スライドさせれば調整できそうな感じですね。はい。で、まあ、こうすれば、まあ、収納というかね、立てかけて置いておけるので、まあ、タブレットとかを使うときでもね、ここに立てかけておくこともできると思いますし、まあ、ノートパソコンの台、まあもしくはタブレットだったり、ペンタブ、タブレットでね、絵を描くときとかの台にも、もちろん使えそうな感じですね。結構木もしっかりしてます。で、まあちょっと普段だとね、こういう木製ではないので、ちょっと無機質な感じもするんですけど、はい、これも、本当にね、木でできた商品なんで、雰囲気もいいですよね。これはまあまあ、いいんじゃないですかね。まあ、サイズ、そうですね、サイズ感。まあ、最大ここまでね、木の棒があるんで、横幅がだいたいまあ、26.5 センチの幅。だそれ以上のパソコンとかタブレットであれば置けますし、まあ、それ以下でもね、ここ、縮めれば、はい。対応は何とでもできるかなというので、汎用性はあるかと思います。あと、ここがね、ここにちゃんと何ですかね、下がりを防止するためにね、ちょっと返しがあるので、ここに置けば、まあ、ノートパソコン、タブレットともに引っかかるので、まあ、乗っかる部分でだいたい20センチぐらいありますね、この部分。そういう感じの商品になっております。はい。で、これをね、ラックとして使う場合、まあ、こういう形になりますから、この幅がね、3.7 センチ、この入り口の部分。まあ、これより太いノートパソコンとかは入らないんですけど、まあ、今、最近のノートパソコンとかね、タブレットは全然入りますし、タブレットスタンドとしても全然使えるんじゃないですかね、これ。ね、使わない時に、ここに立てかけておけば。タブレットも邪魔にはならないかなと思うので、そういった使い方の一つできそうな気もします。まあこれはね、ちょっとおしゃれな感じになって、インテリアとしても使えるからいいですよね、こういうの。じゃあ、ちょっと次行きますね。で、これがね、まあ一番これが気になったんです。はい、で、まあ横にもね、こういう携帯ラックっていうのもあったので、まあ合わせてね、見ていきたいと思います。こちらも至ってシンプルな、まあ、板ですね。軽い感じの板が2枚ありまして、これはどう思うかな。雰囲気的にはこういう感じになります。で、ケーブルね、ケーブルがあったとしたら、まあ、この後ろにね、まず線を隠せるんですね。で、下から出せる。はい、こういう感じで、充電器、に刺したままも置いておけますんで、まあ、スマホに限らずね、結構これサイズが大きいんで、横幅で 12.7 センチ。で、縦も
17.4 センチぐらい高さありますから、まあ、スマホに限らず小さめのね、あの Amazon とかのタブレットも含めてなんですけど、こういうタブレットを置くのに、あの小さいタブレットだったら全然余裕で置けますから。で、これもね、あの、まあ、ここからケーブル出しておけば、こちらも充電しながらね、置いておけます。で、ケーブルはね、邪魔ならこう後側から通しておけば、まあ、これ前から見た時にスッキリしますからね、あの充電スタンドとしても全然使えそうな感じの商品ですので、あの木製ということなんでね、インテリアにもそんなにあの邪魔はしないかなと思う。特にこれ Amazon の、タブレットとか、まあ、この今ここにある古いタブレットもそうなんですよ。こういうちょっと大きめの、まあ、スマホというか、ね、まあ、小さいタブレット、7インチぐらいのタブレットとかだったら全然置けると思うので、そういったタブレットの台としても活躍できそうな商品になってました。いいですねこれ、はい、こういう使い方、スマホに限らず、あのよくねタブレットの充電するときとか結構置き場にね困るの、充電するとき。こうやって置いとければね、充電するのも簡単ですし、タブレット使いながらも この状態だったら、はい、使えるので、そういうのも一つ使いやすいのかなと思いました。シャッキに。こちらがまず、これどちらもパソコン系のね、置いてるコーナーっていうんですかね、電気系統というか、そういう、 こう系統のところに、まあ、こういう折りたたみというか、はい、収納系のものを置いてあったんで、あのこういった組み立てラック的なもの、いろいろ置いてましたんで、まあ、気になる方はそのあたりのコーナー探してみてください。こちらが木製のパソコンスタンドの、ジャンコードになります。はい。で、こちらがスマホラックのジャンコード。はい、こちらになりますので、まあ、気になる方はダイソーの方探しに行ってみてください。では、今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。